お疲れ様です。250番です。こんばんは。今日は久々に、犯人かわいいというシリーズをそこに出陣しちゃうんだ。私、やろうもうかなと3思い回ま目しですて。よ、今日。4は回い。か5回ぐらい撮ってんだから。すいそうまでせしょ？ショート動画2本。動画3本、上がりましたので、ぜひ、すべてご視聴よろしくお願いいはい、たよしろましくお願いす。します。多分、名古屋だったと思うんですけど、元質屋の女の子が、現質屋の店長さんを殺丸して、部屋のクローゼットに、布団でぐるぐる巻きにして、まあそこで生活してたのかどうかはよくわかんないんだけど、死んでないように装うためにですね、その質屋に行って、まあ多分自分で手書きかなんかで発覚を遅らせるために、まあお店はちょっと今開けてませんとかやおったり、休みですみたいなんですか？そうそうそうとかをやったりですね、その死んじゃった人のところに連絡が来るじゃないですか。友達とか親族とか、その人のふりをして返信したりしてたんです。なりすましでそうすか？で、質屋辞めてから多分キャバ嬢やってたんですよね。多分ね、俺が生活費困った時によく売りに行く質屋の系列の店だと思うんだけど。わあ。で、店辞めてキャバ嬢やってた。そもそもなぜ店を辞めたかっていうと、質屋のものをなんか2000万円分ぐらい盗んだんだか横領しちゃって、やばり。やばいよね。で、そのやば店長がり。かばってたんだかよくわかんないんだけど、別にその件は事件になってなくて、その店長さんに毎月お金を払ってっていうことをやってたらしいんだけど。じゃあその彼はかばってくれたってこと？おそらくね。そういうことですよね。でも、殺しちゃったんですよ。で、殺すまではまだわかるんだけど、わからないよ。まあ、わからない。わからない。わ かるのは危ねえよ。いや、わからないよ。わからないけど、クローゼットに入れて、そこで何事もなく、その場に入れるっていう神経が全く理解できなくて、それはどういうことなんだと思いますか？自分の勝手な想像でいい。はい。じゃあ、例えばですよ。自分の家族が、ご病気とかでね、亡くなった時、お通夜とか、お葬式とか参列しますよね。怖いとか思いますか？自い分や、の家族。全く思わないです。悲しいじゃないですか、ただただ。嘘だと言ってくれっていう感じ。起きてくれっていう気持ちじゃないですか。そうですね。で、ブイってこう入るやつ。行かないでってなりますよね。なりましたね、俺も。親族亡くなった時。その感じにシフトできさえすれば、あまり怖いはないんじゃないかなと思うんですよ。私が思うのね。同じ遺体かもしれないけど、そう、自分の大切に思ってる人だったらば、その考えがシフトさえできれば、そのシフトするっていうこともちょっと普通ではできないんだけれども、他のところにさ、遺棄したりするじゃないですか。普通はね。もうそれが可能ってなってくると、ちょっと考え方が違うのかなと思うんですよね。受け取り方。そういうふうに考えた。私は。そういう親族親族というか、ほら、大切な人が、例えばすっごい仲いい友人でもいいですよ。怖いとは思わないじゃないですか。でも自分が辞めてるわけですよ。だけど好きだったらどうする？その彼女が彼のことすごい好きだけど、例えば、これ、まだわかんないんですよね、詳細。わかんないです。まだ言ってないんですよね。どういう、状態で、気持ちが、どういう状態で、その行為に至ったかっていうのはわからないんですよね。はい、わかりません。もし彼女が彼を好きだったら、自分のものにしたいとか歪んでたら、私のものにできたら一緒に暮らせるとか、そういう気持ちになったとしたら、そういうっぽい事件確かあったと思うんですよね。なんかほら、振り向いてくれないので、やっつけて、自分のものに、自分一人のものだけにできましたっていうそういう事あい件。みょんみたいな発想ってことですか？わからない、それは。あいみょんに歌、そういう歌はなかったでしょ？ああ、そうなんだ。だけど、そういったのあったような気がするよね。あと、ほら、一部をさ、ずっと持ってる人とかもいるじゃないですか。ああ、安倍定的なね。そう。でも、ほら、あの人はさ、好きだけど、その一緒になれなかったわけじゃないですか。もう状態的に。それでどうしても、こう、独り占めしたいというか、私だけ愛してほしいってなっちゃったわけですよね。彼女の場合。で、その、ね、持ってた部位だってさ、ちょっと特殊でしょ？殺意がよくわかんないよね、今回の。バーってこう、込み上げてぶち切れちゃってやっちゃったのがね。なんか、好きだけどさ、例えばほら、彼女がいたりとかして、断られてとかなのかもしれないし、ただ単に自分が揉み消してくれてるわけですよね。それを、お金ちゃんとコンスタントに返してくれないと言うしかないって言われたのか、それは分からないじゃない？
だからその状況によるとは思うんですよね。もしくは元付き合ってたかもしれないじゃん。元恋人なのかもしれないですよね。まあ家の中出入りできるわけですから、ね、そう、その可能性は高いと思います。現恋人か元恋人だとは思うんですよ多分ね、うん、携帯ってさ今顔認証ですよね。なぜ暗証番号が分かるのっていうことだと思うんですよ。あと指紋とかじゃないですか。今顔認証の携帯が多いじゃないですか、基本的には。確かに確かに顔認証だ。フェイス ID で開けると思うんですね、うん、でフェイス ID ってここの瞳が開いてないと認証できないの。こうやって開けたんじゃないの。両手しかないのにこうやって開けた。おお、ちょっとね、まだ死んだことないから、死んだ目でもできるのかちょっとわからないけど、目を閉じた状態では必ず死んだらチェックできないできないんで、できないの。目を閉じてる状態では認識できないんですよ。だからさ、すごく近しい人なのかなって思った。そう、質問したいって言ってたからちょっと見たんだよ。ありがとうございます。だから近い人なんじゃないかなと私は思うんですよ、状況を聞くとね。北海道でもいましたよね、父親が加担した事件。あれずっと見てたよ。頭部持ち帰って、あれも意味わかんなくないですか。あれなんか動画とか撮ってたらしいじゃないですか。これ言っていいのかな、ちょっとさんに似てるのかなと思いますよ。うん、マインドが割と神戸の、ちょっと似てるのかなって。うん、今どきなやり方なのかなって。人に見せつけてたじゃん、彼は肛門の前に置きましたよね。そうですね、それって見てほしいわけですよね、はい、自分がやっつけたんだぜって、俺がやったんだぜって、だけど捕まえられるわけないっていう、挑戦状を出したみたいなことでしょ。透明な存在である僕を捕まえて、ってことでしょ。それってやっぱり注目されたい気持ちだと思うんですよ、うん、で彼女の場合は別に見せるために撮ったんじゃないんだけど、今時だからさ、携帯がカメラとかがこう性能がいいじゃないですか。自分がこの人に勝利したっていう記念の動画なんだと思います。多分ね、これは分からないですよ、私の考察だから分からないんだけど、彼女は彼のこと好きなのかちょっと分からないんでね、まだニュースがこう毎日出てた時しか見てないんで、ちょっと最近のほら供述とかどこまでなってるかわからないんで、あの時までの状態の考察なんだけど、もしかしたらその思い出ってことですか。思い出だよね。はあ、それ理解できないわ。やっつけたことの思い出だよね。だってやってる最中も多分撮影してるんですね。話しているところさ、多分で家帰ってきてからも飾っといたわけじゃん。普通は家には置かないと思うんですよ、怖いからさ。家に置いといたわけです、そういうこと。家族全員知ってたってことですよね。多分知ってたと思うよね。だってお風呂場が使えない状態になるわけですからね。ただお家が結構たくさん荷物あったみたいですよね。自宅に家宅捜索行った時に、玄関開いた時に荷物が山のようにあったんですよ。うん、お父様はお外にいらっしゃったみたいじゃないですか、家に多分ちょっと入れない状態だったのかなと思うんでね、ただほら家庭のさ環境とかもきっといろいろあったみたいなので、それもちゃんと調べますよ。いや調べなくてもいいんですけど、すいませんね、ちゃんと分かってないまま喋ってすいません。たださ、なんかほら当事者にしか分かりませんよ、そんなの。でも調べたところで分かんないけど、でもさ、やっぱ自分がやったことを残したいってことだと思うんですよね。その気持ちは変わらないじゃん、二人とも。自分がそのやったことを記録に残したい、人の目に焼き付けたい。だって動画あったらいつか捕まるじゃないですか。その時だって開示されるじゃん、その動画は。警察の人が見ますよね、証拠として。ああ、でもあれかな、山崎努さんだっけ、ビデオ好きな人。宮崎努さん全国の山崎さん、すいません宮崎努さんもそういうのをほら記録したい人じゃん。あっちに近いのかもしれませんね、彼女は。だって彼はさ、それを撮って自分で見て満足してたわけだよね。そっちに近いかも。すいません、間違えました。どこに近くても全然いいんですけど、はい、すいません。そのクローゼットのやつはまた別ですよね。うん、そう、ね、困ったのかもしれませんしね。
処理に困ってクローゼットに入れたのかもしれない。でもその家住んでたのかな。そこが大事ですよね、キーポイントです。そこがクローゼットに入れる必要ってないよね。ないと思いますよ。別にほら、例えば彼の家に置いといて自分の家帰っていれば別に関係ないですよね。一緒に住んでたわけじゃないんですよね。わかんないんです。そこもわかんないんだよね。一緒に住んでたのかな。でも友達の家とかにも行けますのでね。うん、あとほらビジネスホテルとかもありますので、そういうところで泊まっててもいいわけなんだけど、ちょっと詳細がまだ分かりませんので。いや、詳細が分からないっていうか、うん、そういうことをする人の気持ちは分からないっすよ。分からない、分からない、理解できないし理解したくもない。考察はするけど。じゃあこれからも考察頑張って続けてみてください。また聞かれるってこと。はい。まあそんな夜な夜なね、殺人博物館という、サイトを見漁っている三影さんだったらね、いろいろな事件についてお話できるかなと思ったんで、今日、このテーマをお話ししてもらいました。すいません。はい、またよろしくお願いします。偉そうに言ったみたいになっちゃってすいません。詳しい方いたらぜひ考察などありましたら教えてください。だからそんな殺人犯の動機とかに詳しい人いないから。いや、情報はさ、やっぱ共有しないとさ。そういうことです。いけないじゃん。それ視聴者さんに求めるあなたの癖を視聴者さんに。もしかしたら好きな人いるかもしれないから。共感を求めるの。すいません、勝手なね、今までのファイルのあれで喋っただけなんですけど。はい、わかりました。じゃあ三影さんのチャンネルコメント欄に貼っときますので。自分の皆さん。チャンネルではこういうことは喋りませんので。すみません、普通の動画ですので安心していらっしゃってください。はい、なので皆さん、ご登録よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。